静岡県のことをとことん研究リサーチする富士の国総研研究員久保ひとみ、県民代表として今日も県内を駆け回る。本日の指令、富士山静岡空港が開港2周年を迎えた、その魅力を解明してくれ、富士の国県民愛。富士山静岡空港にやってまいりました。今日はここ富士山静岡空港の魅力を改めてご紹介しますよ。案内してくれるのは富士山静岡空港株式会社紅林真紀さん。自慢その1、2000台収容の無料駐車場です。家からね気軽に車で来れて無料っていうのが魅力ですよね。屋根付きの新商社用の駐車スペースもあります。自慢その2、コンパクトで分かりやすいターミナルビルです。いざ中へ。出発口を入って正面が航空会社のチェックインカウンター。右手にあるエスカレーターで2階へ。到着してすぐのところが出発ロビーです。これなら初めての方も大丈夫ですね、はい、そして3階にはレストラン、外には展望デッキがあり飛行機を間近で見学できます。自慢その3、なんといってもアクセスしやすい空港です。富士山静岡空港はアクセスバスも充実。静岡、島田、菊川、掛川、浜松の各駅から運行、フライト時間に合わせて運行しているのでとても便利です。主な就航先は国内線が福岡、札幌、沖縄、熊本、鹿児島、国際線はソウル、上海です。それではここで県民の声。楽しかったです。そうですか、はい、初めて。最高に良かったです。そうです、はい、コンパクトで、うん、とても使いやすくて分かりやすくて、中年の私にはとても富士山静岡空港のお得情報。富士山静岡空港サポーターズクラブ会員を対象に旅行代金が3000円分割引になるキャンペーンを実施中です。7月22日までに出発の空の旅が対象。さらに同伴者3名まで OK ですので最大1万2000円の割引に。県内およそ160の旅行代理店でお申し込みいただけます。詳しくはこちらの電話番号へ。これを機に皆さんも富士山静岡空港から空の旅へゴー。今月は長田の桃1箱を5名様にプレゼントします。応募方法はご覧の通り。なお番組ブログからも応募できます。県民愛をクリック。富士の国県民愛は静岡県広報課がお送りしました。